デイリーシーやりたいと思います。10周新コース、12スタートかデイに落ちて、なんとか上がるためにいろいろ BC とやってます。41秒俺は何位なのよ。13、4秒差か、4秒の10だから40秒。これタイヤ交換が決め手なんだけど、ちょっと一回やってて、ギムタイヤ、レーシングソフトとレーシングハード、とりあえずあの周回でピットを入ったら行けたんで。でもな、1周目で4位まで行ったかな、あの時びっくりした。13番スタート、トータルで見たらジェネシス早く、実はほとんどジェネシス使用してたんで、 GR3 ジェネシスで鍛えてます。さあ、いや、初めさペナルティなし、あ、じゃなくてピットなしって書いてたから、ピットせずに10周したっけ。最後ペナルティ1分ついたから、ありゃーっと、これピットすんだと思ったら、やっぱちょっとピットしてます。コース目で、すげえな、コース外から抜くとタフですね。細いからな、細いからコースの外から抜くしかないよね。ピットならないように、あ、ピットじゃなくてペナルティーにならないように。やっぱこけるとこか今の。追い越し禁止だ、イエローフラッグ。やべえ、ペナルティーか。1周目で入りました。やべえ、ペナルティーだ、線。いやー、線から入っちまった。線の外から。ペナルティー2秒つくな、2秒か3秒。やっちまったぜ。まあいいや、試合で早く行けばいい。お、つかめ、大丈夫か、ギリギリ入れたのか。やべ、前に釣れた。
か、この間さっきやった時は4位まで行ったから1周目でピット入ったけど、して最後4位で終わったけどさ、今回9位で入ったからな。やべえ、ブレーキング遅かった。やべえ、ぶつかる。みんなどこでこれピット入らない人もいるんだね。3、4台入らない人いるわ。だってあれピットなし、ピットなしって書いてるからさ、紛らわしいんだよ、あの表示が。俺も1回目ピットなしで行ったっけ、ダメだったの。やっぱり義務ありかなしか見ればいいよ、そこ。ピットありなしじゃダメだ。まあ3周目だな。ここもクセモノコーナーだ。まだみんな入んないぞ。1台入ったのピット、1台抜き。立ち上がり早くするにはステアリングだよな。早く振るしかないよね。ステアリング左右に、コーナー終わってからの左右に振るし、それしかないんだよな俺は。タイヤ鳴ってたら曲がらないっていうかね。あ、じゃあタイヤ鳴ってたら加速しないっちゅうから、1台ドーン。いや、あのスノーのやつも終わったけど、ドリフ、あー、ダートじゃなくて、ラリーだわ、あれ。もうまた1台、ピット下抜かしました。中途半端でピット入るより、いいのかな。
後ろ4秒、前5秒。前6秒。15か。お、1台出てきた。危ない。前1台見えた。後ろいないぞ。後ろ1秒かいるのか。見えないだけか。次のコーナーがやりづらい。ここ S 字で低速 S 字だかな。後ろ3秒、離れたね。タイヤ交換します。抜けるか。よし、抜いた。7周してるのか。新しい学校のリーダーってすげえ愉快なダンスするわよ。歌もいいよね。さっきちょっと見たけど、あのちゃんもいいかと。あのちゃんのあのつらいね。歌もあんな喋り方の歌をね、びっくりした。後ろ3秒。40個。45切れないな。予選44だから。
8周目か。レベルすぎた。きたー。唯一難関コーナー。パラピットみんな入ったのかな。入らないで最後ペナルティ1分勢ぞろいじゃない。1分45-2だよ。もうちょいだな切れる。3秒か。これ FR だけどコースがいいのかな。ケツ振らないな。これジェネシスに合うコーナーなのかな。 FR 用のコースなのかな。これはい、タイヤ交換行ったー。1位の人イエローフラッグだ。誰か でもすぐ出てたな。いたー。ファイナルで抜けるかな。やべ、抜かれる。ムンさん40を切った。俺は抜いたよ。ペナルティじゃない。イエローフラッグで抜いたよ。外出しまった。おまけにぶつかっちまった。12位だ。やばいな。ただ12だ。多分あピット入ってない人。ほら1分1人抜きしたな。これで1人抜きして11。この人も1人抜きして注意入る。入るんじゃない。このここ俺の前ペナルティ1分だよ。あ1分じゃない1秒か。
いやいやいや、タイヤ交換しないし一人、いやいやいや、これ13番スタートだな、2アップ。いやーこれ9位か8位かないと上がんないのよ、パターン。しゃった、まだします、頑張ってください。 C の人後ろにいるな、結構。手が速いぞこれ。なあ、3抜きポジション2か、2だ、2じゃダメなんだよな。お疲れ様、また。ああ下がった。いや、手の半分か。 S 下がった、アイスじゃない、D のちょい下がり。 S はマナーはね OK、 フル満開、マナー OK。 じゃあまた見てください。シャケットワンキュー。